はい、欧州漢字原生の皆さん、こんにちは。今日はですね、欧州漢文系適正対策の、敬語表現の実際の問題について説明したいと思います。このように、あ、い、うの中で一つ正しい文があるのですけども、その他は間違った問題があります。それ、ちょっと問題があります。では一つ見てみましょう。私が職員室にいらっしゃいます。これ、正しい問題か問題じゃないか、分かりますか？見てみますと、ここですね、私といらっしゃいますですね。いらっしゃいますというのは尊敬語になりますので、尊敬語というのはどうでしたっけ？相手を立てる言葉ですね。つまり私が立ててしまったらダメですね。というのは、これはあというのは間違った文ですね。では次、い、見てください。先生が私の家に伺います。伺いますという言葉は何語でしたっけ？謙譲語でした？尊敬語でしたか？これは、伺いますというのは謙譲語ですね。つまり謙譲語というのは、へりくだる言葉です。先生がへりくだると、敬意を表すことができないので、これは敬語ではございません。では、最後、うを見てください。先生が私の作文をご覧になります。まず、ここですね、ご覧になりますのところを見てみますと、ご覧というのは尊敬語ですね。相手を立てる言葉、相手を立てる言葉なので、主語は先生ですね。なのでこれは正しい表現と言えますね。このように、敬語表現というのは謙譲語、尊敬語、丁寧語とありますが、主語によって使い方が違いますので、この主語をしっかり見ながら敬語表現をしていきましょう。それでは皆さん、欧州漢に向けて頑張りましょう。